悪かったです。すみませんでした。いらっしゃい。おおきに。食ったな。どちらさんですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない。フェアじゃないな。秋山さん、あなた、パク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ、誰なんだあんたは。警察組織の人間、そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそれはいい。警察の人間が俺に何の用だ。それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか。続けてくれ。マネージャーの堀江をビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない。専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁紙を使ってパクの衣装を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の後目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ、あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ、秋山さん。へえ、いろんなのが出てくるね。まったく、大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ？儲かってまっか、スカイファイナンスは。またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういやあんた、袴田さんだっけ？近江連合の人間だったな。そうや、近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけやすまんようになったな。なるほどね、やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上
しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ。何する気？あんたには関係ない話だ。金井はどこに行けば会える？確かそこに行け。ふん、そらそう。ん、まあ専務ともなれや外回りの仕事はした。デスクワークね。いずれにせよ。ああそうそう、いいよな。わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。ここで間違いなさそうだな。なるほど、こういう場所なわけね。誰や？関係者以外立ち入り禁止いう文字見えへんかったが。いや、お宅の専務さんだっけ？金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさ、お取り次ぎ願えない？金井やと？そうか、やっぱりな。やっぱりって何？ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってる奴の職業は二つや。一つは大阪工業の社員、もう一つは府警四課の連中だけや。なんだよ、あの刑事に一杯食わされたってことか。こうなったらどう言い訳しても部が悪そうだ。力ずくで通させてもらうぜ。ここがどないな場所なんか分かっとんな。いわゆる参拝でしょ。それも処理なしで放置するだけの悪質なやつ。そこまで分かっとんなら話は早い。お前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したろ。
潰しろ。荻田か。お前確かあの時ダイナチアにいた。どうしてお前その怪我。か金井にやられたんや。金井に。お前ら仲間だったんじゃないのか。くそ、死にたくない。
だから俺をこっから連れ出してくれ。金の恨みか。いや、そんなんやない。あんたはどう思ってるか知らんが、あの女は最悪だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせに、ギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系の闇金に多額の借金があってな、バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら、逆に仕事を頼まれたんや。あるものをバクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？バクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ。どういうことだ。連中はパクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。金井っていう、あんたともやりようたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて、気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。クソ、なんてこと。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったで。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間に何とか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ。堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたん、堀江は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ。そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。せやから俺をこっから連れ出してくれ。頼む。お前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ。助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんやあんた、何する気や。もともとは金井に会いに来たんだが、お前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ。あんた少しくらい腕が立つからって。金井はあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。
金井は施設の中か。だったらどないする。通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで、東京もミスちゃ。ああそうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ、上等や。ここで死んでもらおうまさかそっちから来るとは思ってへんかったわ。やっと出てきたな、金井。あんたのことは調べさせてもらったで、秋山さん。カムロ町の金貸しや、そうやな。何の用や。
あんたをぶちのめしに来たんだ。パクさんからよろしく頼まれてんでね。ああ、なんやと。そうや、俺もあんたに聞きたいことがあったんや。あんた、パクの元旦那の手紙どこにあるか知っとるか。知らないね。知ってたところであんたには渡さないけどな。そうか。そしたらやっぱあんたには用がないの。何？本気だ。秋山藩、例の手紙の件あんたが知らんねんやったら、やっぱしあの子に聞くんがええんやろな。何？沢村遥、パク社長が可愛がっていたようやしの。なんだと。今頃はもううちのもんがさらってきとるとこやろな。わしがゆっくり聞き出したろ言うんや。ほな、金井、やめろ。あの子に手を出すな。クソ、どけ。もしもし、はるかちゃん、俺だ、秋山だ。山浦です。山浦さん、はるかちゃんは？ヤクザみたいな連中に連れてかれて。クソ、あいつらいきなり事務所に押し込んできて、はるかを。あんたとクリスティーナは無事か？なんとか。それよりどないしたらええ？警察には通報した？通報したら殺すって言われて、もうどないしたらええか。はるかちゃん、ああ、ご苦労さん。で、手紙は見つかったんかいな。それがこのガキ、一言も口を聞こうとしないんで。だったらさっさと口割らせんかい。遊んどる暇ないんじゃ。おとなしゅう吐けや。持っとるんやろ、ダサな社長の二の舞やさ。邪魔すんなや。悪いな、俺もお前を相手に手加減できるほどの余裕はないんだ。会長。
おっさん発見。はいはい、そこのおっさん、なんかうぜんだよ。死んでわかれ。ちょ待て、そう我が物顔で歩かれっと困るんやの。教育したるわ。秋山さん。はるかちゃん。いえ、まだ警察の方からも連絡ありません。そうか、クソ。秋山さん、何が起きてんの。はるかを連れてたあの連中なんや。大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。はるかちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもののために。まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が。ああ、なんてこと。このまま何もできへんの。うちら、はるかちゃんがどこにいるのか手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。お前、勝也。はるか、はるか。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ。この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。近江連合本部長直参、大阪工業会長という顔を。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東条会の大幹部真島五郎です。なんだと。
真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う？彼女の持っている万年筆です。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分の全てを託した。私はそう見ています。あんたは一体？パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。遥香さんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。わかっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。これからどないすんの、秋山さん。とりあえずは遥香ちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃあ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で遥香ちゃんを連れて神室町に行く。あそこなら東条会の力があるから近江連合も迂闊に手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥香ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もしもし。沢村遥さんですね。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。そうですが、それが何か？その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東条会との抗争から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら
仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか。そんな、君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか。わかりました。その代わり手紙を渡したら今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅。ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないがそこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です、もう。怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか。ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。参ったな、あそこにあったのか。俺も迂闊だったよ。はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい。いえ、読んでません。そっか、差出人はね、君も知ってる人だったよ。え、真島五郎、東上会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。勝也の狙いは手紙の中身、行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。あったわ、これやね。この手紙、私が預かっててもいいですか。いや、しかし、いや、それじゃあ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか。そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう、あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。それじゃあ失礼します。秋山さん、どないしたん。さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え、何のこと。目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら
勝也に先手を打たれたかもしれない。ひょっとしてさっきの。どうした？さっき遥が目を覚ます前、部屋から話し声が聞こえました。新大阪駅って言ってたよな。新大阪駅？誰かと電話してたのか？本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない、今はそれにかけるか。すぐに後追いかけよう。すんなよ。
ああ、また会うたな。この列車は大阪工業の貸し切りや。あんたも乗るんか？勝谷社長は？おらへんで。さあ、手紙を渡してもらうが。嫌です。私が約束したのは勝谷社長です。でも、一人で来るって言ったのに約束を破った。もう手紙は渡しません。ごちゃごちゃ言うなよ。そもそも会長のやり方は甘い。わしらその手紙一つのために散々振り回されとんのや。この後に及んでも偽物つかまされた日には無駄骨もいいとこや。わかった。渡さんのやったらお前ごとさらうまでや。さっさと乗りや。そんな。いいやないか。どうせ来ないな状況じゃデビューコンサートなんかできへんのや。わしらに東京観光の案内でもしてくれや。手紙もろた後でな。ん？何やその顔は。まさかまだコンサート諦めてなかったんか。ガキのくせにどこまで強欲やね。の手紙はそんなかやな。いや、返して。これやな、間違いなさそうや。返して。よし、ほな行くで。ちょっと待った。秋山さん。ああもう走るとしんどいね。もうタバコやめるか。またお前か。一体何やねん。お前には関係ない話やろが。関係ならあるさ。ああ？俺にはパクさんから引き継いだ夢があるんだね。夢やと？はるかちゃんが日本ドームでコンサートをすることはパク社長にとっての夢だった。そしてその思いは俺が受け取った。その子の夢は俺の夢でもあるんだよ。なんやそれ。お前らの世界にもあるだろう、親の夢を子が継ぐ。最近のヤクザったらそんな教育もしてないのか。貴様、夢ってのは人から人へと受け継がれていくもんなんだ。だから遥ちゃんの夢をお前たちに潰させるわけにはいかない。青臭いこと言いよって。この世界なんぼ夢見ても力のある者にはかなへん言うこと教えたるわ。おうお前ら、このガキいてもうたれ。はよ楽にしたる。
はるかちゃん、俺たちに黙って解決しようとしたことは後でたっぷり説教してやる。だけどどの道俺も君を東京に連れて行くつもりだった。え、どうしてですか？さっき言っただろ、君は東京に行ってコンサートを成功させなきゃならない。それがパクさんの夢であり俺の夢であり君の夢だからだ。夢ってのは叶えなきゃならないもんなんだよ。はい。それに大阪にいてもまた近江連合に襲われ続けるだけだ。それよりは東上会の力がある神室町に行った方が安全だと思う。わかりました。よかった、納得してくれて。私も社長と約束したんです。コンサートの前の日待ち合わせ場所に行って社長の代わりに旦那さんに会うって。でもこうなった今は社長が亡くなったこと辛いけど伝えなきゃいけないし。そうか、よし、それじゃあすぐに向かおう。この新幹線に乗ったら東京で近江連合の奴らが待ってるかもしれない。タクシーで東京に行こう。はい。会長、すんませんでした。どうして勝手に行動した？沢村遥とは俺が一人で会いに行けば手紙を渡すよう話がついていた。そのことはお前も知っていたはずだ。それはまたあの秋山という男が出しゃばってきよると思ったもんやさかい。俺の手に余ると？ちゃいます。ただわしらも予防線張っておこう思て。だがその結果お前たちは秋山に敗れ手紙を手に入れることもできなかった。まあお前も組のためを思ってやってくれたんだ。それを責める気はない。元はといえば俺が堅気の仕事に手一杯で極道の仕事は任せっきりだったのが原因だ。いえそんな。チャンスはまだある。次こそ逃さなければそれでいい。
芸能界で仕事してるとよ、顔が気になって仕方ねえんだ。アイドルってのは所詮ただの幻。中身がどうであれ、ファンの目に映るのは外面だけ。だから俺はいつもアイドル志望のガキを審査するときは、人を引きつける何かが顔ににじみ出てるかどうかで判断する。顔が大事なのは極道も同じ。いくら脅し文句並べたところで、顔に怖さがにじみ出てなけりゃ、堅気の人間はこれっぽっちもビビりやしねえ。ましてや沢村遥は、あの桐生一馬に育てられた少女。それこそ極道なんて見飽きてるくらいだろうよ。お前があのガキを脅した結果どうだ。ビビって手紙を差し出してくれたか。違うよな。ビビるどころかますます渡してくれなくなっちまった。つまりな、お前は全然怖くねえんだよ。沢村遥に舐められてんだ。極道ってのは人に恐れられてなんぼだろうが、脅すんだったら一度でちゃんと決めてこいや。こうなったらどんな手を使ってても手紙は奪い取る。俺たちも東京に行く。はい。それにしても、まさかこの俺がここまで熱くなるとは驚きだ。あれだけ極道という世界が嫌いだったのに、目の前に近江の跡目という餌をぶら下げられたら食いついちまうんだからな。会長、真島は俺が必ず始末する。きっちりとな。日本ドームでのコンサート終了後、お会いできること楽しみにしております。当日は一人で参上するので、遠慮は無用に願います。真島五郎。社長。